ました？あ、しました。すみません、今研究で撮ってるんですけど、昨日夜まで一緒にいて、今日朝起きたらレンがいなくなってて、で、机の上にこういった置き手紙があって、で、レンに結構電話して出なくて、今着去もされてる状態なんですけど、レンのご両親にも連絡したりしたんですけど、ちょっとご両親も知らないとのことで、レンを待ってたんですけどなかなか帰ってこないので、コータを今呼んで緊急で動画を撮ってます。え、これドッキリとかじゃないですか？いや、ドッキリじゃないです。で、ちょっと今5月あげる動画のストックがなくて、もしかしたらちょっと5月動画があげられないかもしれない状況で、まあ、コータと2人で動画を撮ってあげようかなとも考えたんですけど、やっぱレンがいないと面白い動画が撮れないかなっていうことで、本当にご迷惑をおかけすると思うんですけど、もしかしたら動画お休みになるかもしれないです。今日までなんかレンさん、そういうなんか前兆とかあったんですか？いや、全然、まあ、4月下旬ぐらいから元気はなくなってたかなとは思うんだけど、まあ、やっぱ達成できずになってからはもうずっと家引きこもって、ずっとあんま喋んない、ご飯もあんま食べてないし、だからレンってさ、今までこう有言実行してきてたじゃん、目標を立てて、で、今ここで初めて目標達成できずにいて、多分めっちゃ病んでたんだけど、からちょっとコータにも申し訳ないんだけど、はい。ちょっとしばらく動画お休みになるかなと。すいませんでした。で、まあ進捗があり次第 YouTube か SNS で報告させていただくので、少々お待ちください。